はい、どうも、ゆりです。今回もハンパレやっていきたいと思います。ということで、今撮影してるのが10月30日の、まあ、15時になったばかりなんですけども、あの、マップイベントが、はい、この通り終了しまして、はい、皆さんイベントお疲れ様でした。で、このイベント終了と同時におそらく、まあ、あの、お知らせの方が、まあ、更新来てるかと思いますので、今回はそちらの確認をしていきたいと思います。まだ一切見ていないので、めちゃくちゃ楽しみなんですけども、はい、じゃあ見ていきます。さあ、お、あ、はい、ストイベですね。ってことで、え、ちょっと待って、ん？あれ？新しいキャラクター。めぐみか。はい。ぽいですね。ちょっととりあえず、あ、なんかいろいろ、ちょっと下の方、なんかアップデートとかいろいろ公開されてるんですけども、ちょっとアップデートから見ましょうかね。はい。これは何でしょうか ?10 月31日14時頃。新キャラクター。はい。ついの絆かな伏黒恵み追加に伴う対応。はい。あれ、新キャラに伴うアップデートってあんまり見たことないんですけども。まあ、今回というか次のガチャキャラですよね。はい。で、まあ、お得解除パックが、まあ、販売されたりだとか、とりあえず、まあ、ガチャキャラからいきましょうか。はい。ついの絆ですかね。10月31日15時から。うわ、かっこいいな、ちょっと。来ましたか、めぐみの。はい。新しい SSR ということで、今、高特性と影が、はい、出ていますので、まあ、夜もしくは、まあ、原特性かな。で、来る感じにはなると思うんですけども。普通にピックアップガチャかな。はい。え、伊地知さん伊地知の報告書。はい。九州での記録。あれ、でもこれどこの恵みですかね？オリジナルではないと思うんですけど。いや、どうなんだろう。はい。で、いや、これは楽しみだな。今回どんな感じですかね？もうゴリゴリのアタッカーなのか、もしくはもうデバフ？モリモリみたいな感じで。の性能なのか。ただね、やっぱり領域伏黒が本当に今強すぎるんで、その辺がどうなるかっていう感じですよね。ちゃんとあの役割別に慣れているかっていう感じも、はい。大事かなと思いますので、大体領域伏黒でいいってなっちゃうと、まあ、ちょっと使う場面も限られそうな感じはしているんですけども、まあ、そもそもデバフとかじゃない可能性もあるんで、はい。さあさあさあ、で、こちらがまあストーリーイベントですよね。10月31日15時。で、あ、なるほど。メインストーリーの福岡文庫編を振り返ることができる内容になっていると。過去の話ってことなのかな。じゃあ、振り返るって書いてありますから。はい、まあ、限定ストーリーですね。ってことは、めぐみもオリジナルか。オリジナルもしくは、まあ、あの、このストーリーにちょっと関連した感じだと思うんですけども。九州決戦前で、あ、ですね、はい。虎杖めぐみ、あと、林道もいますね。こちらが、まあ、配布残滓ってなっていますのと、はい。あれ？あ、そういえばあれですね。そうだ、ピックアップに新しい残滓はないですね。今思ったんですけど。今回はめぐみだけになってると。残滓なしで、まあ、配布残滓の方があるんですけども。で、まあ、イベントボーナスキャラクターと、まあ、回想残滓ですね。ストイベなんで、まあ、特攻がありますので、あ、はい。特性、夜特性ですね。めぐみの夜特性ってことは、R と一緒か。ここで、あ、でも、結構、あれですね、R キャラとは被ってる、キャラ増えてきてますね。虎杖もそうだったので、マキさんもそうでしたね。はい。夜特性か。というか、夜特性続いてますね。結構。前回、そう、真空岬だったので、夜特性が結構続いてて、まあ、次の元凶戦夜かな、じゃあ。この感じだと。どうなんだろう。夜って、上後の時に一回来ましたけどね。はい。結構夜が押されているんですけども。なるほど、なるほど。まあでも、これはちょっと楽しみですね。はい。まあ他にちょっと変更点はないかな、特に。まああの、10連無料とかあると思うんですけども。ストイベ自体には、まあおそらく変更点はないかなと思うんですが、まあおそらくなさそうですね。はい。で、そして、もう一つ追加されてましたよね。こちらですね、サイドストーリー。はい。まあ、福岡文庫のあれ、サイドストーリーって、
かなり久しぶりですよね。はい。総合キャラランク20に到達することで解放。追加ノーマルミッションも、あ、これがまあサイドストーリーですね。サイドストーリーでいつぶりだろう。こちらですね。はい。このアルバムから、この真ん中のサイドストーリーなんですけども。いや、結構何ヶ月前っていうレベルだと思うんですけど、なんなら初期の頃から、この改造男子のね、サイドストーリー別としまして、こっちの方は初期から変わってない気がしますんで、うん。いや、本当に数ヶ月ぶりだと思いますね、これは。はい。ってことで、いやー、ちょっと楽しみだな、これ。めぐみがちょっとどんな性能なのか。さすがに、領域仕事がもうデバフキャラとして結構、まあ、完成体というか、はい、もうめちゃくちゃ強いので、この上位互換とは、うん、とても思いづらいですよね。はい。なので、まあ、アタッカーだとは思うんですけども、影特性、まあ、影特性が一応アタッカーなので、まあ、これにちょっといろんな効果が付与されるみたいな、感じなのかな。はい。まあ、来てみないことにはわからないですけども。あと、渋谷事変は、まあ、どうやら、なさそうですね。はい。まあ、やっぱりボリューム的にも、そう、私、イベントの方で一応来るかなっていう予想はしてたんですけども、まあ、よくよく考えると、やっぱりボリュームめちゃくちゃ多いじゃないですか。はい。渋谷事変ってイベントで収まるようなものじゃないかなと思うんですけども、まあ、一部ぐらいは来るかなと思ったんですが、はい。さすがに、まあ、ストーリーでゆっくりっていう感じにはなるかな。この感じだと。うん。31日も、まあ、おそらく何もないかなとは思うんですけども。で、ストイベのタイトルが、まあ、伊地さんの報告書だけど、伊地さんまだね、そう、他のレア度、そう、実装されてないですよね、今のところ。翔子さんもなんですけども。結構タイミングがもうない気がするんですけど、もうそろそろ来ると思ってたんで、はい。この次も、元凶戦ですよね、また。はい。今までのルーティンだと、ストイベの次、元凶戦で、多分元凶戦の時って、新キャラ追加、今まで通りだとないかなと思ってますし、マップイベとストイベぐらいなんで、まあ、どうなんだろう、そのままもう、アニバですもんね。はい。ってことで、ちょっと、読めないな、これは。あと、ファンミに関してもまだ告知が一切ないので、さすがにアニバ前にはやるとは思うんですけども、まあ、結構ギリギリになる感じですかね。はい。まあ、前のファンミだと、一月前くらいには、そう、開催前に発表はしてたかなと思うんですが、まあまあまあ、ちょっとそのあたり来ないとわからないですね。まだアニマが、ちょっとまだ全く読めません。はい。といった感じで、まあ、とりあえず、明日からですね、イベント、ストイベと、まあ、ピックアップガチャで、新 SSR の恵みが来るといった感じで、いやー、まあ楽しみですね、これは。はい、ということで、まあ、そうですね、今回新 SSR のピック、そう、の、ガチャ残しですね、がないので、いつもより、ボックスイベントの、まあ、ボーナスというか、が低いかもしれませんね、もしかしたら。その、めぐみ自身と、あとは配布のイベント残しかな、あと、夜特性で 5% っていう感じだと、だったと思うので、はい。まあ、ちょっとね、アニバ前であるんですけども、なんとか、はい、ガチャ引いて、当てて、まあ、使ってみようかなと思っていますので、はい。アップが、動画がね、アップされた際にはまたよろしくお願いいたします。という感じで、今回はここまでにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、そして X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。